アンクラムは、ドイツイコールフォアポンメルン州のフォアポンメルンにある町で、ある。かつては、タングリムやベンデンブルクと呼ばれた。ペーネ川の川岸、シュチェチンコの西部にあたるクライノスハフにある川口から、ちょうど8キロメートルにある。人口は14,603人であり、かつてのオストフォアポンメルン軍の軍とであった。2011年9月以降、 メクレンブルクイコールフォアポンメルン州の一部となった。ブリックゴシック様式の石門プロイセンの伝統を示すギャリソン教会中世前期には、現在アルテスラーガーとして知られる街の近くに、スカンディナビア人とベンド人の重要な居住地があった。アンクラム自体は、ベンド人の要塞が起源である。中世の間は、ポメラニア広国の一部であった。東方植民の時代には、 放棄された要塞は新しい入植者によってタングリムと呼ばれる居住地になり、この地はベーネ川の水路の開始点として重要になった。1244年に町に昇格し、同年、または1483年にハンザ同盟に加盟した。町はまだ小規模で影響力はなかったが、同盟の会員として富と繁栄を達成した。聖母、 マリア教会2012年に再建された聖ニコラス教会軍事的に重要な町として30年戦争の際にはバルト帝国軍と神聖ローマ帝国軍が20年にわたって戦った。戦中及び戦後には繰り返す火災や薬病に苦しんだ。1627年から1630年には神聖ローマ帝国軍、その後はバルト帝国軍に占拠された。 戦後の1648年には、スウェーデン領ポメラニアに編入された。1676年には、ブランデンブルク返境薄領のフリードリヒビルヘルムに占拠された。1713年には、アンクラムは、ロシア帝国軍の兵士に略奪された。ピョートル一世が命じた通りに焼き払われなかったのは、主に、クリスティアン・トムセン・カールの抵抗運動のおかげであり、 その功績は後に通りの名前に残された。1720年のストックホルム条約で町の南部がプロイセン王国に割上された。一方でペーネ川沿いの北部の小さな領域はスウェーデンに残った。1750年代から60年代の7年戦争で再び被害を受け、要塞としての機能は1762年には事実上失われた。 スウェーデンは1815年に残った部分を明け渡し、フォアポンメルンのすべてがプロイセン王国のポンメルン州となった。19世紀になるとベルリン・シュチェチン戦でベルリンやシュチェチンと結ばれ、アマ、羊毛、比較、ビール、石鹸等の工業が発展した。1871年の人口は1739人だったが、世紀の終わりには、 人口は14,602人に増加した。第一次世界大戦までに士官学校、中鉄工場、砂糖工場ができていた。1939年にはドイツ国防軍が士官学校を占領し、軍事刑務所を建設した。アンクラムは1943年と1944年にアメリカ空軍の数度にわたる吸収を受け、ほぼ完全に破壊された。さらに、 第二次世界大戦最終日のソビエト軍の侵攻により町の大部分が焼き払われ破壊された。ポツダム宣言のもとでプロイセン王国及びポンメルン州が解体され、ポメラニアの大部分がポーランドに編入されるとアンクラムはドイツ民主共和国のメクレンブルクイコールフォアポンメルン州の一部となった。これもすぐに解体し、アンクラムはノイブランデンブルクに組み込まれ、 統一的な社会主義様式で再建された。1990年のドイツ再統一後は、同時に再設置された、メクレンブルクイコールフォアポンメルン州の一部となった。オットーリリエンタール博物館前の記念碑アンクラムは、繁栄した中世都市であるが、30年戦争、7年戦争、第二次世界大戦による破壊や度重なる火災を経験している。それにもかかわらず、 アンクラムにはいくつかの重要な建物が残っている。15世紀に再建された12世紀の聖母、マリア教会には19世紀に近代的な戦闘が付け加えられ、1947年に修復された。また、オットーリリエンタールを記念したオットーリリエンタール、博物館がある。アンクラムはアウトバーン20海岸線に接続されている。 ドイツ鉄道のアンクラム駅からアンガーミュンでベルリン、ドレスデン、エーベルスバルでフランクフルト、ミュンヘン、プラハ、シュトラールズントにつながっている。オットーリリエンタール1944年人民法廷に望むルリヒホンハッセル。ありがとうございます。